お、なんだこれ。果たし状？ほら、あたしに喧嘩売ったバカはどこのどいつだ。ん、うわあ、純騙したな。ああ、けどまさか本当に引っかかるとは。もうダメだ、逃げられない。トモ、俺を殴ってくれ。な、なんで私がお前を殴らなきゃいけねえんだよ。殴られる理由があるからだ。なんだそれ。お前を殴る理由なんて私には。高校に入ってすぐの頃、桜並木の下でお前は俺のことが好きだと言った。お前のことが好きだ、ジュン。え、あれは友達としてって意味じゃなかったんだろう。お前は私の告白に気づいてたのか。ああ、私の気持ちを知ってたんだな。そうだ、私がお前のために女らしくなろうって努力してるのも知ってて無視してたってことかよ。俺のために女らしく。すまん、それは気づかなかった。殴っちまった。殴る資格なんてねえのに。逃げたくなる気持ちは痛いほどわかる。きっと純も怖かったんだけど、純は今逃げずに私をまっすぐに見てる。今逃げてんのは私じゃねえか。待ってくれ、お前の気持ちはもう変わっちまったのかもしれねえけど、それでも俺はお前のことが好きだ。うるせえタコ！タコ？タコ？